皆さんこんにちは、プラハでピボです。今私はイーグルスパークに来ています。あそこには日の丸がなびいています。そうなんです、明日からプラハベースボールウィーク開催されまして、今準備段階中なんですけど、日本代表がね来るんです。大学生の代表チーム。こちらが普段通りのバックスタンドなんですけれども、今回は特別にサード側の方に仮設の観客席が作られています。こちらがサード側に作られた仮設の観客席です。いやすごいですね、こんなの作ったんだ。ちょっと登って上から見てみましょう。今ベースボールウィークに参加するドイツチームが練習してます。ドイツ代表の練習風景です。このドイツと台湾と日本、そしてチェコが6、7、8、9、4日間リーグ戦です。最終日は順位決定戦なんですね。こちらでは子どもたちがサマーキャンプ中です。イーグルスの選手が教えてますね。丹波選手もいます。向こうの方では上村選手がノックをしてます。いいですね、選手と振り合えるのは。結構野球人口が増えそうです。さあペッテル・ジーマが練習相手、バッティング練習です。ペッテル・ジーマが投げる。おお、結構ね打ってますよ。さあチェコ代表のハジム監督も来てますね。挨拶してました。日本代表チーム到着、これから練習を開始するところです。団体ですね、ドイツとやっぱりちょっと違う感じの練習の始まり方。チェコの野球少年少女たちが日本代表ピッチャー陣にサインを求めています。微笑ましいですね。さあ日本代表の練習も終わりました。大会に向けて頑張ってください。グラウンドが変わりまして、ここはテンポプラハ、チェコ代表が練習をしています。チェコと台湾の試合です。さあ2時半から日本代表が台湾と、今回台湾はダブルヘッダーなんですけど試合があるんですが、日本代表がこちらのグラウンドで練習をしています。ウォーミングアップです。ちゃんと3人います。さすがです。7回のさよならでした。3対2日本勝利。プラハベースボールウィーク、今日は3日目、7月8日です。今台湾とドイツが試合をしています。3回で1対0。
今の守備がドイツチームですね。青と白が台湾チーム。試合終了しました。台湾3対1で勝利。さあ日本チームが到着しました。はい、選手たちも来ています。日本代表のウォーミングアップ。試合前のチェコチーム選手が集まりました。ハディム監督が指示をしていますね。ウルトラスです。日本対チェコ戦に向けてのグラウンド整備。さあホームランダービーが始まります。90秒です。なかなか出ないね。いったねプレーボールしました。3球目ストライク。サトリア対大学代表です。おー、あー最後いっちゃうよ。チェルベンか。おー、アルティブルーズリーグの完成。おー、センターフライか。おお、うまい、うまい。チェルシー、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 チェルシー。最終的に9対3で日本の勝利。さあ今日のゲームは終わりました。明日7時半から7時日本と台湾が決勝戦です。トラス派ベースボールウィーク最終日、3位決定戦チェコとドイツ。今チェコが練習中です。
ントはミュージック。チェコチームのセカンドはベン・モルガン、18歳です。ショートは21歳のプロコップ。サードはクビッツァ。レフトはクレイチジーク。センターはドボミ。ライトはカラーベック。今日のピッチャーはフローク。指名打者がポスティッシュです。しましたピッチャーは寺西投手。8回です。日本が5対3で勝ってます。照明も止まりました。9番ショート山形スパイキー9回の表2アウト。日本と台湾の試合なんですが、チェコの観客ね、多いです。あと一人なんですけどね。今5対3で日本勝利、2アウトです。はい、ということでプラグベースボールウィークのリポートでした。また次回の動画でお会いしましょう。アホイ。